庄や新暦が9月の2日、本暦7月30日、そして土のとみにび、そして若光関口と見ますね。そして週明けの月曜日やいびん。はい、皆さんね、小曜日ももう9月に突入しました。早いですね。9月といえば、ほら、小学校では運動会練習、そして地域では祭りがやるところもいっぱいありますね。私たち、ガナハの、ガナハ地域でもね、今度9月の14日だったかな、9月14日にね、夏祭り開催しますよ。はい、おっそいで終わりましたね。はい、今日の、リクエスト曲は北島三郎さん、そしてですね、島倉千代子さんを準備してございます。よろしければリクエストなさってくださいね。その前にですね、今日はね、素敵なね、ゲストがいらしています。ちょっと、はい、覗いてみますね。こんにちは。こんにちは。やっほー、はじめまして。ベリーダンサーの田鶴子でーす。皆さん、はじめまして、こんにちは。ちょっと聞こえてますかな、ね、聞こえてますか、大丈夫そうですかね。はい。どこの歌かみだ。はい。ベリーダンサー。ベリーダンスというのは、ダンスでしょうかね。ベリーダンスですね。きっと皆さん見たこともなければ聞いたこともないダンスだと思うんですけれども、そうですね、アラジンと魔法のランプに出てくるような中近東の踊りって言ったら多分イメージ湧くと思う。はい、そう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 、こんな感じの、はい、皆さんとても素敵ですよ。素敵なんです、はい、本当に。そう、なのに、糸満市内において全然認知度がなくて、皆さん知らないんですよ。知ってました？全然知らなかった。ね、どっからいらっしゃいましたかな、ね、どっからいらっしゃいましたか、糸満って言うから、やっぱりね、美人ですね。糸満美人ですね。ありがとうございます。はい、とても美人ですよ。ありがとうございます。はい、YouTube 配信もしてるみたいので、ぜひ YouTube 見てくださいね。道の駅糸満そうなんですよ。そう、それで、ちょっとあまりにも皆さんベリーダンスのこと知らなすぎると思って、ちょっと頑張って一念発起で、道の駅糸満のイベント広場で今度7月の28日今月末ですね、もう入場無料のベリーダンスのイベントをします。でもう沖縄県内ですごいね、活躍されているベリーダンス実力派のベリーダンサーみんな片っ端からブッキングして、もう本当はもっといるんですけど、今回は、はい、3人もっとかで、東京からもゲストの方呼んだりとかして、もう一日余すところなくベリーダンスの魅力をお伝えするというイベントを企画させていただきました。ベリーダンスって聞いた覚えはあるんですよ。あります？うん、あります。でも見たことはないんですよ。そうなんです、見たこともないでしょうし、きっとなんかベリーダンスのイメージが一人歩きしてるなっていう印象もすごいあるので、だからこれを見たら、こんなのもベリーダンス、あ、これもベリーダンス、え、それも超やってみたいって絶対なると思うイベントなので、ぜひ皆さん遊びに来てください、ね、道の駅もね、お魚も美味しいですし、野菜も新鮮なお野菜も買えるので、ご飯を食べがてら、お買い物をしがてら、フラッと遊びに来ていただけたらなと思ってます。道の駅糸満のイベント広場っていうところ、これどこ、糸満 のお魚センターと市場があるじゃないですか、の間にただ広いスペースがあるのご存知ですか、屋根が一応ついてて、あ、そうなんですか。そう、あるんですよ。お魚センターと、ここに、野菜とか売ってるところの間に、あるんですよ。沖縄ファーマーズの後ろ、そう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 、ファーマーズの後ろ側ですね。お魚センターと、そう、お魚センターのお魚を食べれるスペースがあるじゃないですか。はい、あそこです。あ、向こうでやるんですか。そう、あそこでやります。あ、今屋根ついてますよね。そうそう、屋根ついてるからもう暑くもないし。9月の28日ですね。8日、はい、土曜日ね。そう、土曜日です。土曜日の1時から。1時から。1時から始まるんですね。はい。これはもう土曜日だけ、28日だけ、そうですね、28日だけです。だから見逃し厳禁ですよ。いや、本当ね。ね、
ここ終わったらまたミクス君にも来てください。あ、もうもちろんもうどこにでも行けます。あの農協に、農協に広場がありますよ。あ、いいですよ。最高ですね。いつでもね。戻りに行きます。どこにでも行けます。もうベリーダンスを普及させるためには。ね。そうだな。うん。うちのあのトミクス君の七色畑って道の駅わかります？トミクス君はあんまりなかなか行ってないんですけど。あのあっち何て言うかな。トミトン。トミトン、はいはい、わかります。あのちょっと海川にあるんですけど、道の駅。もう十何年か、だったか十何年かになりますけどね、向こうもそういうところがあるから、向こうでもできますよ。おお、じゃあ、もうちょっと、ちょっとそこも企画をしてみます、はい、あ、もちろんです、ね、ぜひぜひ、いっぱいあるので。はい、私がこれ、コマーシャルしておきますので、ね。はい、ありがとうございます、嬉しい。あ、これで名刺持ってます名刺。名刺がね、ないんですよ。あ、じゃあこれは名刺で、ね、これで、はい、はい、はい。今度お持ちしますね、作って、はいはい、今作ってますので、はい。はい、これはね、この番組はね、あの、リクエスト番組なんで、ちょっとリクエストを待ってください。はい、今日はありがとうございます。お時間。もうちょっといいですか？あ、本当ですか？はい。はい、今日ですね、今ベリーダンスのお話もしましたけどね。はい、これからまたね、リクエストを取りたいと思います。はい、今日は、島倉千代子さん。はい、ただいまの曲は、祭り。はい、これは兄さんからのリクエストでございました。どうもありがとうございました。またお電話くださいね。はい、どうもありがとうございました。はい、それではここでですね、田津子さん、もうお帰りになるそうでね。そうなんですよ。もう一回、もう一度ね、PR お願いいたします。ありがとうございます。はい、ですね、今度9月の28日土曜日1時から糸満の道の駅で This is Belly Dance という、これがベリーダンスだと。ベリーダンスの魅力を余すところなくお伝えするイベント、もちろん入場無料でございますを企画してます、開催しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そうですね、9月の28日土曜日1時から7時まで、はい、ですのでね、はい、皆さんお見逃しのないように足を運んでくださいね。ぜひぜひお待ちしてます。はい、はい、お待ちしております。はい、それでは私もお待ちしております、ね、はい、はい、ありがとうございます。お待ちしてください、ね、今日お時間、はい、はい、素敵な田津子さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、皆さん良い一日を。